い、どうもこんにちは、岩佐スティーブンです。ハッピーバースデーというのにふさわしい今回はこちらの紹介です。 SHB ガーツ真骨頂製法仮面ライダーバース。オーズが大体出てる中でようやく2号ライダーのバースが登場。もうまさにハッピーバースデー。というわけでお箱の方いつも通りノイズ入りの画面ドアップで、横んところには銀の箱押しで仮面ライダーバースTH はなんだっけ、バースみたいな空気が出てるような感じだった気がする。まあ英語が苦手だからその矢どうでもいいとして、箱の裏いろんなポーズができるよっていうのと、まあこれは今回できないけど今度届くクローズ誘いと組み合わせることもできます。よし、それじゃあこちら中身を見ていきましょう。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dearバース、発音があれだったな。Happy birthday to you, バース。説明書を差し置いて、うわ、なんかベルトのキラキラすげえな。なんだこれ。はらら、なんかちょっと気になるところあるけど、まずは説明書ね。バースデーカードの中には、内容物に可動部分、頭部の交換、武器の持たす方、武器の変形にセルメダルのは装填できるんだ。付属品の使い方が大体書いてあって、バース。上段部分にはまるっと本体が入っていて、下段の方には、まあ、手首とか付属品。物量はそこまで多くはないね。まずは顔の差し替えパーツで、これが複眼発光状態。バイザーっぽいところが赤く光ってる。プロトバースだったらグリーン発光。ちゃんとこういう枝分かれのラインっぽいものも入ってるね。丸々と頭部1個差し替えってのがすごいな。複眼発光だからここの目のパーツだけでも良さそうだけど。おでこのここんところもすごいキラキラ。あれかな、ダブルのサイクロン浄化エクストリームの真ん中のところに近い感じかな。さあ、そして武器のバースバスター。バスバス言ってって名前がいいね。基本がガンメタで結構クリアパーツが使われてますね。真ん中のところが丸っとカプセルになってるけど、それ以外は結構武骨な感じ。では銃口のところがこう横長のスリットになってる。下のポッドのところはスライドで外して、そのまま先端に取り付けて、まあこれで変形。重心がちょっと伸びて銃口が増えたね。ガトリングっぽい感じで6つ穴がある。上んところにスライド。確かこれでこの下のところにセルメダルが装填されていたはず。撃ったやつもなんかセルメダルが飛んでいくんじゃなくて、なんかセルメダルのエネルギーを飛ばしてるって感じで、ダーンと撃ったらこの下のところにセルメダルが移動していたかな。一応ここら辺穴が開いてるからメダルを入れることはできるんだ。で、そんなセルメダルが3枚、しっかり塗装されているエビ、カニ、サソリ。アンクのフィギュアーツにもなんかセルメダルがたくさんついていた気がするけど、こんなになんかしっかり塗装されてなかったと思う。裏面の方もしっかり塗装というか墨入れっぽいのがしてある。メダルはいつも通りランナーから切り離すやつで、あとは手首が2、4、5の8種類、指が曲がってるパーの手とサムズアップと銃の持ち手と、これがメダルの持ち手かな。この辺は左右でちょっとなんか形が違うね。形状的には指差しとかに近いかもね。伊達さんの目標である1億稼ぐこと的なところで使うやつかな。というわけで、付属品は以上なんで、こちら本体を詳しく見ていきましょう。よーそんじゃいきます。バース!はい、というわけで、仮面ライダー、バース。改めてやっぱり、オーズとはもう全然真逆なテイスト。オーズは、タカ、トラ、バッタっていう感じで、全身が生物モチーフだけど、対してバースはメカメカしくて、すごいパワーアーマーっていう感じ。人間が作ったようなテクノロジー感満載。黒ボディにシルバーとグリーン、ところどころにゴールド。デザインのモチーフはガチャガチャのカプセル。さあ、そんなわけで、お顔の方。シルエットだけ見たら結構、オーズのタカヘッドに似てる気がする。まあでも複眼部分がこうなんか U の字のバイザーっぽくなっていて、丸型じゃないっていうのがまた珍しいね。ツヤツヤブラックの複眼で、頭にはでっかいクリアパーツでカプセル。下半分がメタリックグリーンで、上半分ところが透明。さっきも言ったけど、向こうの方に虹色にキラキラしてる造形が入ってる。光の当たり方でまた色が変わって綺麗だわ。で、クラッシャーのところは黒いスリット。横から見ると耳から後頭部がちょっと膨らんでる。ぐるっと後ろ向いても結構シンプル。この頭と首のところで全然質感が違うね。首にはザラザラの芝加工が入ってる。じゃあそんな頭部の角をまず上向くのが、グッ、後頭部が襟にぶつかって、まあ上向く角はほどほど。上向くと首んところにコードっぽいようなラインが入ってる。対してうつむく角が、グッと。うつむくのはこの襟んところが顎にぶつかっちゃうんで、角は結構狭いね。で、横方向にはグリッと。襟がそんなに高くないから横は見れます。そしてボディ部分、胸部のアーマーは左右で非対称。右胸のメタリックグリーンの装甲に左のシルバーの装甲がかぶさってる。横から見るとこのラインのところがすごい綺麗に収まってるわ。左胸がシルバーで、肩から脇まで覆ってる。ちょろっとこのグリーンの装甲が見えてるあたり、なんかこの上から追加したのかなみたいな。開発の過程でこういう部分もいるような
なっていう感じでなんか追加されたんじゃないかなっていう。デザインだけでも妄想がはかどるわ。そんな左胸の方にはカプセル、これまたメタリックグリーンとクリアパーツ。他のところも大体そうだけど、クリアパーツの向こうの方に機械造形、胸部がアーマーでお腹のところがスーツだからこれまた全然質感が違う。脂肪加工でラインのところが光沢、お腹のところにうっすらと腹筋造形っぽいのがある。ちなみにプロトバースだったらこの胸のカプセルの周りのところに赤い丸がついてる。他にも所々が赤くなってるっていう。塗装できる人は全然プロトバースに塗り替えができるね。で、肩アーマーがシルバーで横のところにカプセル。アーマーの形状は結構シンプル。じゃあそんな肩の可動をまずはまっすぐ上げると、グッと、もうちょい、お、いけるっちゃいけるな。いいね、肩アーマーがうまいこと避けて水平を超えてくれます。で、肩は引っ張るとグッと引き出せてる感じはないかな。引き出せてなさそうだけど、前後だったり上下にちょびっと稼働する。で、さらに肩と二の腕の間にロールの稼働。腕周りもスーツ部分が芝加工でラインが入ってるね。で、肘の稼働がぐんぐんと90度超えで人間の限界まで稼働します。肘の関節にもこのラインがつながってるね。ほんのりとシワ造形なんかも入ってる。で、腕にはカプセル付きのシルバーのアーマー、手首のところがゴールド。で、肘のところにロールはないけど、引っ張れば簡単に外れます。クローズサソリの装備をつけるために今回いろんなところが取れるだろうね。で、ぐるっと回って後ろ姿、背中もだいぶアーマーが左右非対称。ど真ん中にカプセルで、左側の方が走行が厚い、右の方は少し控えめで、これ背中のアーマーのところわずかに隙間があるんで、これは多分さっきの腕みたいな感じで外すことができそう、できるんじゃないかなと。取れた、背中の走行簡単に取れたね。これでなんかさらにカプセルなんかも外れそうじゃないか。よっと、あー取れた。これでクローズ関係が装備できるんだ。ってことは前面のアーマーも、よいしょ、同じく外すことができますね。若干フライングだけど走行は外れます。さあ、そして胴体の可動が胸から上とお腹のあたり、まずのけぞる可動がグッと、おお、なかなかのけぞりの角度は広め、ちゃんとお腹が伸びてるっぽく見えるわ。対してうつむく可動がグッと、うつむくのはだいたい標準的かな。そしてお腹には変身ベルトのバースドライバー、真ん中のカプセルがパッカーンと開いていて中身が見える。ここのカプセルもなんかホログラムっぽいような塗装で綺麗だな。ちなみに上下のカプセルは残念ながら閉じないね。可動がなくても開きっぱなしです。で、横にはちゃんとメッキゴールドのハンドル、ハンドルがついていて、ここのところはちゃんと回転します。回す向きを示す赤い矢印っぽいのも細かいな。で、逆側にはメダルの装填と出す部分、ちゃんと上のところにメダルの装填口があるんで、ここに付属のセレメダルを装填することができます。で、装填して本来だったらこの下のところに落ちるんだけど、残念ながら特になんか下のところに移動する感じではないね。説明書の方にもメダルを出すときは本体を逆さまにしてくださいって書いてある。逆さにして無理やり出す。装填したところで中身が見えるわけではないんだけど、ギミックとしてあるのが素晴らしいわ。下には映らないけど、横から無理やり入れたりはできないんだ。穴は開いてるんだけど、メダルのサイズが合わないからこっからは入んない。ベルト帯だったりベルト止めの方もしっかりガメた。そして腰回りはスーツのザラザラの質感とラインのところが光沢、全身にコードがつながってるようで、ここら辺もまたいいね。で、可動に関して、ももは引っ張っても特に引き出せない。引き出しがなくて足を上げるとグッと問題なく水平まで上がります。で、股割りの可動は渋いな。股割り可動渋めで、こんぐらいが限界、これ以上は怖いからやめておこう。腰のこの横のところがカバーパーツになってる、これのおかげで隙間が目立たないし可動もしっかりする。で、ももの途中のところがボールジョイントの接続になっていて、こんな風に内側に傾けたり回転がしっかりあります。この横のバンドっぽいところが分割にちょうどよかったんだろうね。標準よりやや下のところにロールがある。で、ももの横のところにはカプセルとアーマー、形状的には腕のやつとだいぶ似てるわ。スネアーマーもだいたい似たようなもんだ。膝の方にもアーマーっぽいのあるね。そんな膝の可動がぐんぐんと90度を超えてほぼ限界まで、後ろから見るとここのところ結構えぐれてるね。加えて足は引っ張るとどうだ、これ取れないか、ちょっと画面外で、あ、取れたわ。キャタピラレッグがあるから膝から下も外れます。で、足首には金の輪っこがついていて、ここのところは別パーツで、足は関節のところが蛇腹になってるぐらいで、まあそんな変わった造形はないかな。シンプルな足ですね。別パーツになってるけど、造形的には上下と
ものすごい広いってわけじゃないけど、ここの金のところが個別になってんのありがたいわ。これ別じゃなかったら多分もっと稼働していない。さらにくるぶしの傾きもあって、つま先もしっかり稼働で、最後に足の裏、足の裏もつま先とかかかとのところがカプセルっぽいかな。場面転換の時もそうだったけど、だいぶあの安定感がある靴底。というわけで仮面ライダーバースの造形と稼働を込んだところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは指を立てて1億稼ぐ。もちろん中身は伊達さん。見ようによってはトゥース。でも変身はしてるけど、ちょっと変身の流れ。セルメダルをピーンと弾いてコイントス。重力ってもんがあるから空中にメダルを固定するのはちょっと難しいね。ピーンと弾いたことにしておこう。で、ちょっとメダルを掴んで。変身再現の時にこれをノールックでやるのがまあ難しい。で、メダルをベルトに装填。ちゃんとメダルの持ち手がついてる。で、横のハンドルを回して真ん中がパカッと開いて変身。ハンドルも持てるし、この辺の一連の流れがしっかり再現できる。で、変身して、よし、お仕事開始。表記売れあるかもしんないけど、あくまで仕事として戦いを始める。からのダッシュポーズ。お仕事だからある意味通勤風景。ダッシュ通勤というか、通勤ダッシュというか、バースなんか地味にダッシュポーズのバランスが難しかった。角度によってもそうなんだけど、この辺とか、若干内股走り見える。そして肉弾戦でパンチ。戦うドクター、伊達明。ちなみに余談だけど、伊達さん役の岩永さん。岩永さんは僕のヒーローアカデミアの舞台版の方でオールマイト役をやっています。お次、戦い慣れてる感じで挑発するようなファイティングポーズ。劇中でやっていたかは関係なく、なんか伊達さんならこういう動きやりそうだなっていうイメージ。オラオラカモンカモンみたいな感じ。格ゲーだったらベーシックな挑発ポーズ。ちょうどいい開き具合の手首があるから、こう拳をスパンスパンみたいな感じにできる。そして定番のハイキックだけど真横だな。バースあんまり開脚ができないから Y 字にはならない。僕も多分こんぐらいだったら上がるかな。逆にこのくらいの方がなんか人間的で自然かも。足はそこまで上がっていないけど片足で自立ができる。まあ、ただ真横に上がるんじゃなくて、ちょっとひねりを加えればもっと上がるけどね。これだったらまあ Y 字っぽくなってるかな。そしてバースのライダーキック。確かバースは必殺技大体バースバスター使っていたから、キックはなかった気がするも、あったらごめんなさいのやつだけど、普通にキックポーズもよく似合う。で、こっからバースバスターを装備。ちょっと持たせ方で変身者というか中の人変えてみようか。これが伊達さんのつもり。基本今回中身伊達さんのつもりになっています。堂々と二王立ちでバスターを肩に担いでる。肩担ぎや潜在写真を参考に。これが後藤ちゃん。しっかり両手で持っています。これに関しても劇中でやっていたかってんじゃなくて、あくまでイメージ。で、これが日野英二。足を大股開きで腰を落としめっていう、まあ個人的なイメージ。で、これが里中くん。本編とか映画ではなくて、確かなんかネットムービーで変身していたんだったかな。変身しないにしても本編でバースバスターを打っていたような気がする。後藤ちゃんですら最初はなんか反動が強くて制御できていなかったけど、里中くんに関してはなんか平気で打っていたような気がする。で、中身伊達さんに戻ってバスターで射撃。専用の手首がついてるから、この下のところを支えて両手で持てる。さらに上のところにセルメダルをよいしょっと入れることができる。おっと危ない。劇中では結構たくさん入っていた気がするけど、とりあえず3枚入れてみるか。クリアパーツでしっかり中身が見える。本来だったらこの先に続いていって下の方に落ちると思うんだけど、傾けても特に先端部分に移動はしない。ある程度落ちと下のところにメダルが溜まっていく。見えるかな、ちゃんとこっちの方にもメダルが入っています。定期的にこの下のところを外してエネルギーがなくなったセルメダルを取んなきゃいけないからね。打つたびに溜まってっちゃうから、こまめに捨てないといけない。長期戦になると足元散らかるだろうな。ちなみにこれが塗装されていないアンクの方に入っていたセルメダル。セルメダルはやっぱりたくさんあるに限るわ。で、上からガチャンと充填。銃型の武器でちゃんとこう、弾数制限があるというか、リロードの手順がある武器はなかなかライダー世界では珍しい気がする。大体無尽蔵に出てきそうだからね。面倒は面倒だけど、こういうギミックもなかなかロマンだよな。で、ポーンと横っ飛びしながら撃ってみたり。本来は反動あるからこんなんやんない方がいいのかな。まあ、フィギュアに反動はないから、こういうのも自由にできます。まあ、あとは逆にしゃがみながらすごい安定した状態で撃ってもいいね。しゃがみ撃ち、まあ、あんまり機動力はないけど、なんかこうやって撃ってる姿を後ろから見るっていうゲームあるよな。そして頭部赤発光にしてるやつに変えて、必殺技のセルバースト、どでかい一撃をお見舞い。ちなみにこれ先端部分ではほとんど見えてないけど、一応9枚メダルが入ります。加えてこの複眼発光頭部だけだ。これわかるかな。発光してるだけじゃなくて、ここのなんだろう、ホログラム塗装的なやつ。通常の頭部と比べると若干色味が違うんですよね。発光してる方がやや赤っぽいっていう若干の色の違いなんかもあります。そしてせっかくなんで大津とツーショット。やっぱりこうやって2人並ぶといいね。そしてマジで全然テイストが違うね。まあまあスッキリしてるデザインに対してゴテゴテのアーマー、いい感じの対比になってるわ。装備のあれもあってか、心なしかバースの方がガタイがいい。ポーズ崩すの面倒でちょっと変な感じになってるけど、直立させるとバースの方が若干足が短いね。当たり前だけど体格も全然違うわ。
公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は SH フィギュアーズ真骨頂正法仮面ライダーバースの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。メカメカしいデザインが存分に再現されていましたね。ガチャガチャのカプセルモチーフっていうことでクリアパーツも結構多様、塗装の方もところどころホログラムっぽい感じでなかなか綺麗、可動に関しても結構良好、クローズサスリを装備する関係でいろんなところが外れる、外してみた感じそこまで大変ではなかったから、そこまで乾燥は大変じゃなさそうかな。付属品でも発光状態の頭部とかバースバスターとかこの中に入れっぱなしだけど、塗装されたセレメダルも付属、バースバスターの変形とかメダル関係もなかなか再現度が高いね。まあ、ちょっと残念ポイントはベルト周りかな。上下のカプセルの開閉がこれないよな。変身中でもここは開閉するからね。カプセルの開閉とここのメダルの装填だとか取り外し、これができたらなお良かったかなっていう感じはするけど、まあでもほんとサイズ的に難しそうだなってのがわかるからちょっぴり残念かなっていうくらいで、バースデイとかにできるクローズサソリについては来月か、サソリは来月届くんでよろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。